さあ今日もまた森林公園に来ました。現在ここにいます。前にも来てます。前はこちらですね、こちらの駐車場に停めて、ここの展望台、何も見えない展望台からのこの辺を歩いて、この辺りから鳥の大群の鳴き声がしてたんですが、こちらはねゴルフ場があってちょっと行けませんでした、今回そこはねちょっと目指さないんですけど、とりあえず今回こちら側から、あ今ここか、ここにいますので、ちょっとまた散策したいと思います。子供の家、大きいな。ほぼゴルフ場だよね。すごい大群だな。何の大群なんだこれは。すごいな。この小川をずっとこう下ってくると池につながってるんですね。ちょっとあそこブクブク、鯉がずっとブクブクしてますけどね、あそこで。あ、そうか、あそこにちょうどちっちゃい魚が流れてくるのかな。これを待ち受けて来るやつを全部食べてるのかな。ちょっと池の方でなんか道が続いてるんで行ってみたいと思います。今日もいい天気でございますね。今日は6月15日火曜日でございますね。現在1時40分というか、これちょっとずつ湿ってきましたよ。これはこのまま行くと私の靴ではどうしよう。まあ行くか。ちょっとそっちまで行きたいな。よいしょ。よし。よし。よし。うわ、べちゃべちゃしてる。よしよしよし。すごいな、なんか、うわ、鯉とか亀さんとかいっぱいいるね。はい亀さん、はい亀さんが逃げます。亀さんが逃げます。亀もたくさん、鯉もたくさん。
鯉たくさんです。あ、亀さん。亀さん。亀さん、1、2、3、4。亀さん、4。亀さん、5。亀さん、6、7。あ、すいません。気づきませんでした。いたんですね。いいね。楽しそうで。亀さん、こっち。はい。亀さん、こっち。おいで。カメさん、ほいほい。ああ、行っちゃった。あ、でもこの水際にね、小魚もいっぱいいるから、それでいっぱい集まってたんですね。あ、蝶々、綺麗な蝶々来たね。綺麗な蝶々、すごい綺麗。カメさん、はい、おいで、こっち、はい、こい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 、はい、こっち、はい、こっち、はい、はい、はい、本当に来たね。はい、亀さん、あとちょっと、亀さん。かわいいな。なんで来たんだ。いいね。生き物がたくさんいすぎて、ちょっとカメラ止めれないよ。ずーっとこっち見てるじゃん。めちゃくちゃいるな、おい。すごいな。この辺からはもうちょっと湿ってますからね。あ、ちょっと甲羅の色が違いますね。種類が違うのかな。全然ちょっと生き物詳しくないんで。こっち来るか。はい、亀さん、亀さん、こっちこっち。はい、こっちこっち、はい、こっちこっち、はい、はい、亀さん、はい、こっちおいで、あ、おいで、あ、おいで、おいで、おい、おい、おい、はい、こっちおいで。ここいいな。あ、ちょっと立ちくらみした。危ない危ない。ちょっともうちょっとあっちの方行ってみようかな。餌やり禁止って書いてあるけど、こうやって人がじゃない、鯉が集まってくるってことは餌あげてる人がいるんだね。あげるわけないでしょ。近いな、おい。近い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 。人面魚いそうだな。いいいいいい、近いね。すごいな。近い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 。カメラに収まらないぐらい。すごいね。蝶々さん気になるな。すごい綺麗な色してる。蝶々さん。蝶々さん。あー。そうそう、止まって止まって。ああ、すごい綺麗な色してるな。暑いですね。暑いです。いや、この公園はいいですね。こっち側ね。この池は前にね、この森林公園来た時に、あのボート乗り場がちらっと映ったあの池の方なんですけどね。いやー、これはまっすぐ行ったらもう道路か。ちょっともう戻るか、駐車場の方に。大丈夫ですね。
大丈夫。うん、大丈夫ですね。よし、いや平和だ、平和だな。うん、いや皆さんもちょっとね、平和な一日を過ごしてると思いますけれども、今日も一日お仕事お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。さあというわけで、今日もねちょっと森林公園というところに、お散歩に来させていただきました。ちょっと今日はね、なんかいつも以上に生き物たちと触れ合いましたね。よかった、いい休憩ができました。暑いな、本当日陰じゃないと危ないのでね、皆さんも本当ちょっと日陰をしっかり選んで歩いてくださいね、公園遊ぶときは。まあ、外もそうですけど、本当に熱中症には気をつけましょう。ということで今日はここまででございます。それではまた明日お会いしましょう。平山茂でございました。また明日、おやすみなさい、おやすみなさい。